今日夜勤になりました。仕事入っちゃいました。今後の展開をちょっと考えているところです。2時45分です。どうするか考える時間は与えませんという感じでウーバーさんになってくれました。マクドナルド船橋の一大前店です。行ってきます。こんにちは、ウーバーです。はい、お預かりします。マクドナルド船橋日大前店さんピックアップ完了しました。お届け向かいます。2時56分配達完了しました。さてどうしよう。決めました。ちょっと仮眠取ることにします。2時間半くらいを目安に仮眠取らせていただいて、夜5時半か6時ぐらいから2時間ちょっとオンリーウーバーで行きます。クエスト相当ヤバくなってしまったんで。はい、では一度休憩させていただきます。時刻は5時40分ですね。仮眠取らせていただいて5時半ちょっと前ぐらいかな、ウーバーオンしました。で、バーガーキングさん、イオンモール緑ヶ丘店のがなりまして、追加でなんかプラス4キロって書いてあったのも取ってしまったんですが、両方バーガーキングさんでした。全然違う方向のやつなのかな。もう構わず取りました。ではピックアップ向かいます。こんばんは、ウーバーです。2件分で伺ってます。リーフギリティセットでございます。はい、お待ちしました。こちらがジンジャーエールのお飲み物と、お預かりします。バーガーキングさん、ダブルピック両方とも完了しました。最初は坪井東方面です。行ってきます。6時13分バーガーキングさんの2個目の配達完了しました。次の依頼は来てないです。っていうか1個来たけど無理なやつ来たんで断っちゃいました。依頼を待ちます。今夜が結局仕事になってしまったということで、配達が可能なのが8時過ぎまでということで、あと2時間ちょうどぐらいしかないんですね。クエストがね、現在今週71配達ということで、第1段階まで29、マックスカンクリまでプラス30ということで、このままいくともう土曜日日曜日30回っていう、そういうレベルの話になっちゃってるんですけど、しかも今夜夜勤っていうことはね、明日の朝そうそう早くは出れないだろうっていう、ほぼ無理ゲーみたいになってきて、天気も別にそんなに悪くない、明日もしかしたらちょっと雨なんていう話も出てるみたいですけど、ただ部分的な雨みたいなんで、クエスト雨クエも出ないでしょうし、注文が増えるほどの雨にはならなさそうですよね。鳴った、戻る。はい、マクドナルド296八千代パルル店、6時19分取ります。というわけでですね、結構この残された2時間弱にクエストの残り考えると、どこまで減らせるかっていうのは結構大事になってきてるんですけれども、今ようやくねマクドナルドさんになってくれたんですが、それまでまた10分ちょっと無音を食らってしまったというか、1件拒否したせいで怒ってしまわれたんで、はい、まあでも1個なってくれて安心しました。まあだってその前のね、大学長は行けないですよ。どこ着いちゃうのって感じだもん。ピックアップ完了しました。お届け向かいます。その先左方向、
6時34分配達完了。ジェズラズ。いやだいぶ空きましたが、6時46分になりました。ウーバーモスバーガー八千代緑ヶ丘店です。いや喜んで行きます。こんばんは、ウーバーです。はい、はい、お預かりしていきます。モスバーガーさんのピックアップ完了しました。お届けはタカツです。1個ね、無茶なダブル鳴らしてきたんですけど拒否しました。拒否したのが、今配達先の高津、同じ高津にあるピノキオさんっていうお店からね、ミヤマっていう場所プラス6キロ以上になってて、まあロングだっていうのがまずあるんだけど、場所がね、今お届けするお客様の住んでる高津よりちょっと奥にピノキオがあるんですよ。ただ無理やりダブルにするために先にピノキオに行かせて、ちょっと戻らせてお客様のとこに届けさせようと、もう配達報酬を下げるためにそこまでやろうとするっていう、なんかね嫌な気分になったんで受けませんでした。7時4分配達完了しました。ジュズラズ。しばらく間空いてしまいました。7時22分スキヤ船橋日大前店になってくれました。行ってきます。こんばんは、ウーバーイーツです。ピックアップ完了しました。お届け向かいます。これ終わってあと1件もしくはもう1件できるかなっていう時間になってきました。7時50分ウーバーになってくれました。韓国料理 JK フーズ奈良市の行きの便ですね。今日はこれで最後です。仕事行きます。こんばんは、ウーバーです。コムタンスープ、はい、お預かりします。失礼します。ピックアップ完了しました。お届け向かいます。習志野ですね。で今もうピック向かってる最中に新規のリクエスト受付停止しておきました。まああの応答率下げたくない人は、ダブルが嫌で下げたくないっていう場合にはもう向かってる最中にリクエスト1回停止しちゃっとくといいかもしれないですね。でピックアップ完了した後にリクエストの受付再開もできますから、そうするとジュズルっていうこともその後できるようになりますし、まあいろいろ使い方はあるんじゃないかと思います。それでは全ての配達今日終えましたので結果一応報告です。 Uber Eats 18乗車12,12円、出前館が急乗車6300円で16512円、時給1942円、1時間あたり 3.17 回ということで、まあ、3時4時とかのねアイドルタイム仮眠に当てて、稼働してなかったりとか、あと比較的今日出前館もね短い距離がジュズってくれたりしてたんで、その辺で時給とあとまあ時間あたりの回数高くなってます。ただね肝心なウーバーの回数予定より全然こなせなかったんで、明日明後日2日残して残りカンクリまで55回です。まあ、27、28っていう回数になるんですけど、明日ねフル稼働するにはちょっと朝起きれる自信がない、朝5時過ぎまで仕事があるっていうんで、
だいぶ厳しくなってしまいましたが、2日間オンリーウーバーでなんとかどうなるか、無理かな、いや、やれるかなっていうところで、まあ、頑張っていきたいと思います。まあ、それとね、日曜日ワールドカップのサッカーあるんですよね。まあ、勝てば決勝に進める可能性がぐっと伸びるという、まあ大一番は大一番なんで、やっぱもう明日ですよね。明日も35とかそれぐらいの回数こなしてっていう風に考えてはいます。まあ無理かな。はい、とりあえず仕事行ってきます。おやすみなさい。